その厚生労働省自身がね、生活保護目的にやってきたと思われるものを外国人に対してね、生活保護を与えることはできないと、その通達が出たからあなたたち留保したはずですよ。あなたたちの判断、その通達をね、適用する、応用していくのはそれはあなたたちの仕事だ。それは間違ってたってことなんですよ、まず最初のこの第1点としてね。いいですか。第2点目、あなたたちね、先ほどあなたのちょっとお名前はわからないけれども、あなたね、入国管理局に問い合わせをした、文書で問い合わせをした、今何ヶ月目ですか。そうや、何ヶ月目ですか、答えてください。3ヶ月目です。3ヶ月間あなた放置するんですか、この問題。そうするでしょ。先ほどの規定では14日でしたよね。そうですね。それまでに答えが来なければね、当然のことなら入国管理局にね、なぜ触れないんだと情報を、当然ね、身元引受人がいるから日本に入ってこれる、これはもう絶対ですから、絶対条件ですよ。必要であれば情報公開請求しますけれどもね、残ってないでしょ、やってないでしょ。いや、私はね、入国管理局の方には紹介はかけてませんので。文書じゃなくて電話じゃないですか。いやいや、文書です。文書ですか、はい。でなぜね、3ヶ月間放置してるんです。放置してるわけじゃなくて、入管の方にも、早く回答いただきたいということで我々は言ってるんですけれども、入管国の方ではもうしばらく待ってほしいということで、聞いて、この問題がですね、取り上げられてニュース記事でそのね、身元引受人の話が出てる、身元引受人の名前も出てる。入国管理局に問い合わせなきゃわからないわけじゃない、だってニュース記事の方にもう先に出てるわけですよ。あなたこれどうする気ですか。調査不足でしょこれ。あなた厳正に調査するって言ったんですよ先ほど、ね、はい、全然やってないじゃないですか。新聞記者の方がよっぽど、ね、役に立ちますよこれだったら。そしてもう一つ、その身元引受人がね、どれほどの資産かは分かりませんけれども、常識的に考えて48人もの人間面倒見切れると思うんですか本当に。あなたたち常識外れですよこれ。頭おかしいんですか。ちょっと待ちなさい、これはね、あなたに説明を聞いてるわけじゃない、一般常識として。じゃああなたね、岸さん48人面倒見れますか。いや、私が見れるかどうかというのと、その人が見れるかどうかというのは別の問題ではない。いや、ここにいる人誰でもいい。48人のね、いや自分にはそれだけの資産がある、48人の面倒が見れるという人手を挙げなさい。誰かいるんだったら手を挙げなさい。誰もいない。当たり前でしょうよこんなもの。あなたたちのやってること非常識なんですよこれ。身元引受人だって一人しかいなかったんですよ今回。もうこれ行動に出てる。ご要望をお受けするということの立場ですので、その辺はよろしくお願いいたします。じゃあご要望っていうのはね、はい、非常識な対応はやめなさいってことなんですよ。それはご要望として受けたまり。ただね、それはご要望として受けたまるじゃない。反省しなさい少しは。これね、あなたたちのお金じゃない、我々国民のお金だ。一体ね、あなたたち何の権利があってこんなにね、外国人にバカバカね、生活保護渡しますか。去年1年間、平成21年度1年間でね、日本国民が生活保護もらえないって言って1万人首吊ってる。そしてその一方でこの大阪市ではね、1万人の外国人に生活保護を渡してる。一般常識としてお尋ねします、国民としてこれ看過できますか。それに関してお答えする義務は僕はないと思います。あなたも日本国民でしょ。あなた国民でしょ。すいません、それでね、ですので言うてるんですよ。私は今説明をしに来てるんです。減反自殺する人間もいる、私のふるさとの福岡ではね、餓死する人間もいた。生活保護無理やり打ち切られて、おにぎりが食べたいって言い残してね、悲惨な姿を見てね、今大阪市で1万人の外国人に生活保護を与えてる。この状況がまともかどうかっていうのをね、国民として尋ねてる。同じ国民に、同じ日本人に尋ねてる。異常でしょ。福祉局生活福祉部のね、担当係長岸さんに尋ねてるわけじゃない。同じ日本人として尋ねてるんですよ。まともですかこの状況は。自殺者1万人に関しては私はその今のね、世の中の構成がまともであるとは私個人としては思わないですよ。当然ですよね、はい。そしてこの大阪市もまともじゃないんですよ。そう、まだ一体がまと、全くそうでしょ。先ほど言ったようにね、調査もデタラメだ。入国管理局に問い合わせしました、でも3ヶ月間放置してます。返事が来なかったら自分から聞きに行けばいいでしょ。そうだ、はい。別にここからね、電車でね、何時間も何十時間もかかるわけじゃない。そうでしょ。直接行ってこれどういうことですかと、身元引受人がいるはずなのにね、その情報が全然大阪市に伝わってこないじゃどういうことですかって、あなたたちが聞きに行かなきゃいけない。それはね、厳正な審査っていうもんなんですよ。あなたたち全然厳正な審査してない。
今あの入管局の方にはですね、あの入管法で国または地方公共団体に負担をかける恐れのあるものは入国を拒否するというのが入管法の趣旨がありますので、その趣旨に照らし合わせて入管法の入管局の判断は どうやったのかということを今あの文書で紹介を出しています。ね、入管の問題を探るというのはこれは別個の問題になるから、ね、もちろん我々明日行きます、入国管理局に。この問題も当然ね、当然この問題取り上げますけども、今問題にしてるのは最初の時点であなたたちの判断が誤ったと、これ一般国民の常識から考えてそう言わざるを得ない、常識から外れすぎてるわけですよ。48人、ね、来てね、あなたたちに生活保護を求めて、はいそうですか、はいそうですかってバラ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 ばらまいてる、そうとしか見えない。これはそれについてね、あなたたちどうやって国民に謝罪するつもりですかと、まあ、謝罪はしません。弁解はしますか。弁解も謝罪もできないでしょう、今の状態じゃ。まずね、自分たちの過ちを認めていただかないと。確かにこの判断は甘かったと。情報調査もね、はっきりと厳正に行われてなかった。国民の皆様大変申し訳ありませんと。まあ、もちろんこれはね、あなたたちだけの責任じゃない、大阪市長の平松ですか、うん、彼がね、国民に土下座しなきゃいけない、本当は。どうや、そうだ、先ほど言ったようにね、4分の3はね、国税から出てる、大阪市民だけの問題じゃない、ここにいる人ほとんどが大阪市民です、ね、私は東京都民ですけど、でも私の税金もね、4分の3も使われてるんですよ、ふざけんじゃないって話でね、怒って当たり前でしょ、これ。で、それに対してあなたたちがね、きちんとしたね、答えが出せない。申し訳ないという気持ちがかけらもないでしょ。そこが問題なんですよ。なぜこんなことになったっていうね。まず自分たちが過ちを認めなかったらね、なぜこんなことになったんだと、48人もの生活保護をほぼ無条件で与えるようなバカな真似をしてしまったんだと、反省なんかできるわけがない、改善なんかできるわけがない。だから大阪市のね、生活保護財政をこれだけ圧迫する歯止めがかかってないわけでしょ、これ。不正受給を、ね、止めようと思うんであるならば、まずこの外国人の、ね、不正受給事件からですよ、徹底的に、ね、調査して、これを、ね、なくしていかなきゃいけない。今まで、ね、払った生活保護を引き返せとやらなきゃいけない。あまりにもひどすぎるからね、これだけの人が怒ってる。